皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ドラゴンクエスト4実況プレイパート28やっていきたいと思います。今回から第6章というか、まあ前回から第6章で、これから、このゴッドサイドに入ったこのでかい穴に飛び込んでいきたいと思います。隠しダンジョンです。でもちろんここね、敵も強いし馬車も連れていけないしで、ね、本当に辛いダンジョンなんですよね。まあ頑張ります。せっかくなんでハヤブサの剣使おうかな。よし。いやーもうレベル結構上げたけど、これだけ上げれば大丈夫だよね。大魔道。MP はそんなに気にしないで使ってても大丈夫だったと思うけどな。まあ最悪指輪もあるんでいいでしょう。よし。いや大魔道強いな。よし、ナイス。よし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 。お、経験値もめちゃくちゃ多い。これはいいぞ。おクリフトさん、なんかクリフトやたらとあれですね、ザキ当てますね。優秀だ。思いのほか優秀だ。思いのほかとか言っちゃった。あと強いて言えばモンスター図鑑なんですけれども、それも結局集まりきってはないんですが、今回多分そこまではやらないと思います。よし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 。とりあえず難なく戦えてはいますね。こいつ弱い。おう。あ、硬い。待て待て待て。お、ナイス。全然倒れない。オッケー。今インパスとか使えないしな。いらねー。
ンガン殺すね。お、世界樹の葉はありがたいです。あー、うん、はい君たちはもう、さっくり倒しちゃうから。いっそあれだね、マーニャ連れてきて呪文でぶっ飛ばしてもらってもよかったかもしれないな。もしくはあの破壊の鉄球を出せたライアンとかね。よしよし、まあ、どうやらこっちは宝箱の回収のみの道だったみたいですね。じゃあ戻りますか。うわ、増えた。倒して倒して。経験値稼ぎたい時だったら、私も今急いでる時だからさ、あんまり増えられても困るんだよね。ハギアブサ強いわ。あのこう画面が分かれてるおかげで、こうチラチラっと奥の方まで宝箱が見えるっていうのは嬉しいな。そのおかげで探索がですね楽です。宝箱じゃねえや、階段も今こっちにあったもんね。おう、寝た。で、ダークアーマーって真っ白だけど。食べよう食べよう。あ、買っただけで遊びしなかった。あ、今はいいか、戻しただけにします。この微妙な角度移動しにくいよ。強い。もうあの認識としてアリーナと誰かもう一人の攻撃で倒れない敵は強いっていう、そういう判定でめんどくさいんで。あ、ニフラムでもいいのか。お、レベル上がった。誰が、アリーナが相当強くなる。だって力の指輪とかそういう、なんだろう、能力を強化するアクセサリーつけてないけど、もう乾燥しそうだもんな。おかげさまでキラーピアスのね威力も大変なことになってます。
ガデン強いな。いや、このメダルはもうなんだ、記念か、記念に届けてか。あのレベル上げにはやっぱあれですね、あの希望の祠のすぐ近くのあの塔、あそこいいですね。あ、お金持ってきちゃった、いいか。なんかすごいでかい部屋に着いた。え？これか。ほっほっほ、こんなところまで来るものがまだおったとはな。わしからの心付けじゃ、この井戸の底を調べなされ。はあ。あんま嬉しくないっす。あ、ここで一回休めるのか。で、ここにもなんかこう回収があるのね。お、パンドラさん。お、寝るな、ね、寝た。しょうがないな。おー、ナイス、おー、ナイス、いいぞいいぞ。よし、わざわざ起こさなくてもよかったな。いやあ、長い男女だな。あ、これか、これか。ちょっと待って、聞くっけこれ。あ、そんな強くねえじゃん。マネマネといえばあれですよ、模写数使うんだよ。なんか一回全員に変身してみてもらいたい気もするけどね、めんどくさいから。宝箱回収、お金はもういらない。せいぜい宿代くらいだね。宿代も別にきちんとした場所行けば休めるんですけどね。あの希望の祠とかも無料で休めるからさ。だらき成功すると思わなかった。
やー、ハヤブサの件ね、もっと早くに欲しかった。まあ、それをやっちゃうとね、天空の剣の存在意義なくなっちゃうんで、まあまあまあもうこいつ思いのほかやるじゃないか。群れを作ると面倒くさいタイプね。うわお。邪神の面はさ、誰も装備しないから。お、ナイスナイスナイス。ナイスだけど MP 使いすぎじゃない？俺もか。出た。いやでもね、モンスターのこうグラフィックっていうかさ、絵的には俺この2種類どっちも結構好きなんだよね。ドラゴンクエストモンスターズのゲームボーイのやつ、あれやってたのは俺小学生の時なんですけど、何も知らずに適当に配合してて二軸ジャグが生まれた時は、あれは感動しましたね。あ、幸せの靴ね。これはですね、装備して歩いていると経験値がどんどん入っていくっていう、かなり嬉しいアイテムです。まあでももうそこそこ上げてしまってるんで、レベル99目指そうとか考えてなければそんなにね結局修行場に行くとトルネコで口笛吹いて敵呼んじゃうもん。木の実食べます。いや、にしてもさすが裏ダンジョンだけあって長いな。え、ちょっと待って、ゾンビなのにザラキ効くの、なんかちょっとおかしくない？もう死んでる存在に対して死の言葉ってなんかちょっとおかしくない？悪魔の爪、これも攻撃力高いんですけど、キラーピアス持っちゃってるんで、まあでもあの悪魔の爪マーニャも装備できるんで、やり方によっては周りの最強武器としてもいいかもしれないですね。まあでもみんなレベルマックス近くまで上がってしまえば、結局グリーンガムよりもキラーピアスで戦うことの方が多くなるかもしれないから、グリーンガムを周りに持たせてしまうっていうのもいい考えですよね。ここってなんだ？倒す準備全くしてないよ。逃げた。まあいいです。あ、まいした。この水に沿って。買って
硬いと思ったら防御しやがった。ほい。ほい。あ、しまった。まあでもこれ洞窟前半部と後半部に分かれてて、前半部にはそんなにいいアイテムなかったと思いますけどね。めぼしいといえば悪魔の爪と幸せの靴くらいですか。こうでこうでこう来てこっちで、この微妙な操作で落ちそうになる。うわ、なんか大してこう痛い攻撃してくるわけでもないのに、無駄にこう2回行動とかしてきて戦闘を長引かせるようなやつってどう思います？俺そういうパターンの敵嫌いだな。中身いらねえし。ああ、うん、なんかまあちょっとそんな気はしてたよ。あれでしょ、あそここう綺麗に渡って、お、あんなところにも宝箱置いてあんじゃん、ちょっと先にあれ回収するかっつって取って言っとろうという、こう油断してるとパンドラボックスが出てきてこうなると。まんまとハマったよ。いや、さすがにMP 使いすぎた。おお。とりあえずザキしようとするもんな。これがなければ優秀な回復役なんですけど。よし、一応これでダンジョンの前半部が終了ですね。ここって何？あ、謎の境界と表示されました。これで一度ここにルーラで戻ってくることができるようになりましたね。ではすいません、まだちょっと前半部分しか攻略はできてないんですけれども、今回ここまでにしておきたいと思います。次回も引き続きこの謎のダンジョン攻略していきますのでよろしくお願いします。はい、というわけでドラゴンクエスト4実況プレイパート28、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てきれなー。